高木さん。え、そうなんですか。どうかなさいましたか。そうですか。食べてくださったんですか。ありがとうございます。自信なかったんですけど、そう言っていただけると嬉しいです。はい。え、どうしてですか。そうですか。どうしましょう。いえ、その…いえ、全然…そんなことは…またあの子、抜け駆けって怒りそうだし…いえ、こっちの話です。困りました。違うんです。あ、すみません。あ、こういうのはいかがでしょう。家に一旦寄らなければいけないので、その一旦家に寄ってからどこか出かけるというのはいかがでしょうか。ええ、あ、そうですよね。ごめんなさい、私つい考えのないこと。どうしていつも私はこうなんでしょう。あの子の言う通り。私のこと探しに来てくれたの？
今日はバッチリ。どっか寄っていこうよ。どうしたの？うん、こないだの話聞いたから、今日はちゃんとそのつもりで段取りつけたから。ああ、なんでもないなんでもない。とにかく行こう。ああ、そっか。とにかく行きませんか？ここでいいですか？ここでいい？ですよね。じゃあ入りましょう。いらっしゃいま。え？お客様、さっきいらっしゃったはずじゃ。え？嫌です、今来たところですよ。でも、お手洗いに行かれたんじゃ。他人の空似ですよ。はあ。え？さあ、何かの勘違いですよ。別人ね。一応自覚はあるんだ。なんでもないなんでもないです。こっちの話。はい。でね、一つ聞きたいんだけど、おとなしい私と元気な私、あなたが好きなのはどっちの私？答えて。どうして？そっか、こりゃややこしいな。こいつの鈍さってより私たちの対応が問題だったわけだし。よし、わかった。今度の休み時間ちょうだい。3人で会って方針決めましょ。細かいこと気にしないの。とにかくいい？いいえ、今来たところです。はい、前半は植物園でお願いします。あ、ごめんなさい、今日はそのたっぷり遊びたいなと。ですから植物園の後もどこかに行きたいので。それは…とにかく、まず私と植物園に行きましょう。
でも植物って不思議ですよね。物も言わず自分では動きもしませんけど、強い生命力を持っているんですよね。いろんな気候や風土、環境に適した形でそれぞれ個性的な美しさを誇ってるんですよね。変でもいいんですよね。いえ、何でもありません。あの、ところで花言葉ってご存知ですか？いいえ、ちょっとしか知りませんよ。花に言葉を託すって素敵だなって、そう思いまして。はい、普段決して口にできないようなことを言葉の代わりに花の美しさで表現する。昔の人ってロマンチストですよね。え？好きというのとは違いますけど、あそこに咲いている花の花言葉が、あれです、アネモネって言うんです。あなたを、あなたを、忘れました。あ、そろそろ時間です。次、急ぎましょう。はい。後半戦。え、そうだな、 1,2 時間サクッと遊べるのなんかない？うん、いいかも。行こう行こう。アニメか。たまにはいいんじゃない？じゃ、入ろう。途中かったるくて困ったけど、最後の方は良かったね。ねえ、喉渇いたからファストフードでお茶しない？うん、最初植物園だって？何？花言葉って？アネモネ？知りたいの？
待ってて。あ、メグ、私マホじゃなくて白雪。あ、そんなのどうでもいいじゃん。あんたって花言葉詳しかったよね。うん、うん、そう。でさ、アネモネの花言葉って何？ん？あなたを愛してます？こりゃまた強烈。うん、それだけ。ふん、わかった。じゃ、明日学校で。アネモネの花言葉って、そう、それがどうしたの？言いそうになってたんだ。ううん、なんでも。それよりさ、こないだ聞いたこと、もう一度聞いてもいい？いや、同じじゃ答えづらいだろうから、質問変えるね。今日のデート、植物園とその後、どっちが楽しかった？正直に答えて。恨みっこなし。あなたの答えで決めることにしたから。いいから答えて。